はい、えー、3215回始めます。8月16日ですね。8月15日の深夜と言ったらいいんでしょうか。ね、あの日付変わって16日の金曜日入ったところです。いやー、今日ね、ずいぶん喋ったけど、きついわ。きついって何がきつい暑い。はい、よく暑いよ。暑いよ。蒸し暑いよ。本当にきついわ。毎回きつい。これは本当にエアコン必要だ。扇風機必要だわ。すいません、仰ぎながらね、喋らせてもらう。 あと1ヶ月ぐらい続くんじゃないのこの感じ本当に辛いよまあまあまあ頑張ります頑張りますよなんとかね喋って、えー、今日しのいで頑張りますちょっとねもうねこれ今これ配信するのもなんだ8月今16日か、うん、2何時になると思うんだけどね何を今さらって話なんだけどまたパリオリンピック <laughs> オリンピックの話します、ね、メダルランキング確定しましたね あのパリオリンピック終わってメダルの獲得数ねはっきり決まったずっとねあの首、ー、位、まあ、争い中国とアメリカこれ最近毎回だね中国とアメリカでね金メダルの数ねメダル総数の数争ってるんだけど大体いいアメリカが勝ってるんだけど今回はあのずっと中国が先行しててねあアメリカ負けるなと思ったのよアメリカはねあのまあ、メダル総数は多いんだけどあのー。 金メダルがちょっっと比率少なかったんだよねだから中国にやられたかなと思ったんだけど最後最後の最後最終日ね金メダルの数で並んだね中国とアメリカ金メダル40個、ね、中国金メダル40個っていうことで並んでただ銀メダルの数ねそうなると銀メダルアメリカ44個中国27個っていうことでねあのまあメダル総数もアメリカ126中国 えー、91っていうことでねあのメダルランキング1位アメリカ2位中国っていうことでねいつも通りになったんだけどいやーまあ中国はこれ惜しかったね一応メンツ気にする国だから、うん、でこの記録に残るからねあのメダルランキングとかいうのは、うん、あの中国としては何としても今回パリオリンピックねメダルランキングで1位になりたかったんじゃないですかそれ最終日にねあのアメリカの女子のバスケット で並んだんだだよね、うん、これ面白かったねずっと中国がリードしてたんだけど最後の最後にアメリカを追いついてねあの鼻、ー、差でかわしたみたいな感じじゃないですかはい面白かったで特筆すべきは3位が日本なんですよねこれいやすごいね日本金メダルランキングで3位ようんいや金が20個 銀が12個銅が13個合計45個っていうことでねまあ前回東京オリンピックの時はもっと成績良かったけどまあねあの地元だからね地元以外あの日本ね地元以外の開催では過去最高の成績だっていうことじゃないですかこれすごいねスポーツ大国だねメダルランキングで3位だなんて4位オーストラリア5位フランス地元6位イギリス あ違う6位オランダか6位オランダ7位イギリス8位韓国9位イタリア10位ドイツうんということですよはいまあ日本3位になってるけどこれ金メダルの比率が高かったっていうことだよねあのメダル総数で言ったら日本45個ねオーストラリアのメダル総数が53個っていうことで日本上回ってるね でフランスもメダル総数では64個っていうことで日本を大きく上回ってるしあとイギリスイギリスもメダル総数で、えー、上回ってるね確か65個だからね日本45だからだからメダル総数で言ったら日本は、えー、アメリカ中国フランスイギリスオーストラリアに次いでの六位か六位ですねおそらく。 はい、ということですね、いやー、これ、パッと見て、やっぱりね、ロシアが入ってたら、ロシア3位ぐらいにはなってたと思うね、これ、メダルランキングね。それと、あとドイツ10位、これはひどいね、昔、ドイツって言ったらね、西ドイツ、東ドイツ、分かれてても強かったもんね、うん、あと旧、旧東欧、ハンガリーとかね、チェコとか、うん、あっちの方よ。 あのその辺も昔メダルランキングで上位にいたよねうんそれがねやっぱりあの旧、ね、東側諸国軒並みだめだね、うん、イギリスとかフランスがこんな上位に来てるのがおかしいもんねドイツは落ちたねほんと10位だもの,このドイツって言ったら昔メダルランキングの2位とか3位とか4位とかよ、うん まあアメリカ、中国、ロシアがいてその次ドイツ辺りだったもんね、昔。で、日本なんか10位とかだよね。うん、それが今、日本メダルランキング3位だから。いや、びっくりですよ。ということで、まあね、まあ今後の予想すると、まあ、オリンピックは日本どうかわかんないけど、うん、まあ、オリンピックでいきますか、オリンピックで言ってもね、日本はね、これから高齢化社会で若い人も少なくなっていくし、 どう考えてもスポーツでもあんまり成績残せないっていうような状況になってくるんだけど私はねあのそこそこやると思うよ日本、うん、きついのは韓国とかだよね韓国これ8位に入っててあの決して悪くないよね8位ね金メダル13銀9銅メダル10個ってことで合計32個も取ってるから韓国あの成績いいですよ日本だってまあ、ちょっと今回できすぎだからまあ この韓国と同じぐらいまたはそれ以下ぐらいじゃないですか、ね、日本の実力で言ったらだからあの実力で言ったらって言ったらちょっとねあれだけど、うん、韓国は落ちると思うよこれから国力低下著しいから韓国の少子高齢化は日本の日じゃないからねこれからスポーツも弱くなると思うしあの経済も落ちると思うし、まあ、中国はスポーツは強いと思うよこれからも。うんあの あのメダルこだわってね飛び込みとかねそういうマイナーな飛び込みだとかねあの射撃とかねそういう地味な地味なので取ってきますから卓球とかうん地味なスポーツで中国ね金メダル量産してきますんで中国はメダルランキングでは上位にいると思うよあとうんオーストラリアすごいねオーストラリア人口3000万4000万ぐらいでしょそれでメダルランキング ね、総数で言ったら53個ということで米中について3位でしょおそらくうんあ違うかフランス64かオーストラリアの上だねメダルの総数で言ったらイギリスも65かすごいねイギリスフランス数すごいねオーストラリアは金メダルの比率が高いんだねこれね日本同様勝負強いっていうかうん まあでもオーストラリアスポーツ大国だよ、ね、あの水泳が強いもんね。<laughs> 水泳が何せオーストラリアねはいということであのパリオリンピックの、ね、メダルランキングね出ましたっていうことで確定しましたということでアメリカが中国かわしましたということですね。1位アメリカ、二位,位中国3位日本、4位オーストラリア、5位フランス、6位イギリスあオランダ。 6位オランダオランダが最後すごかったねこれねオランダ、うん、6位オランダ7位イギリス8位韓国9位がイタリア10位がドイツっていうことではいメダルランキング確定しましたドイツはねちょっともう沈みゆく大国みたいな感じしますねはい終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します